はいどうもアイリスラーメンの山口です。今回はアニメ魔女の旅々第9話の感想考察動画になります。ネタバレを含みますのでご注意ください。そしてグロ画像などは使いませんのでご安心ください。ではやっていきます。まず最初に注意書きのテロップが出てきました。注意書きのテロップが出るほどヤバすぎる回ということですよね。この注意書きは初めて見ました。そして今回イレーナと出会った魔女エステルは親友セレナの不幸な結末を変えるために魔法で10年前に戻りセレナの両親が死んだ事件を阻止しようとします。この事件のせいでセレナが変わってしまい殺人鬼になってしまったとエステルは考えていました。実はこの事件の犯人はセレナ本人でした。セレナは両親から性的虐待や暴力を受けてその恨みでこの事件が起きてしまったのが真相です。なので両親のせいでやべえやつになってしまっていたということになります。過去に行く前のエステルの机にはラベンダーの花が飾ってあります。ラベンダーの花言葉は疑惑、沈黙、あなたを待っています、清潔などの花言葉があります。今回の話にぴったりの花です。過去に飛んで気になったところはセレナのお父さんの発言です。エステルを見てうなじの感じとか首のラインが同じと言っていました。見ていた部分がマニアックすぎるのでこれはセレナに対する性的虐待の伏線なのかもしれません。その後事件の犯人がセレナと分かりエステルは記憶を代償に魔力を高めてセレナを殺しました。この時記憶を代償にするというヒントは過去に戻る前のイレーナがつぶやいていたものだと思います。記憶の代償はミラロゼさんがやっていましたよね。そして親友を殺して記憶を消すという忘れた方が幸せ的な綺麗な終わり方でバッドエンドでした。映像では最初の注意書きのテロップの通りグロいシーンがいっぱいありました。イレーナもショックを受けていました。とても心に刺さる回でした。という感じで簡単ではありますが感想考察動画でした。ご視聴ありがとうございました。